この教会の前に捨てられていた子供のことだ。わかりません。私が知っているのはユノ様がスペード王国の王子だということだけです。もしそうだとして、なぜスペード王国の王子がクローバー王国に捨てられていた。ならば質問を変える。何が目的でここに来た。私は全てを真実を伝えるために皆の思いと魔力を受け取ってゴーマ地帯を抜けここに来たのです。父と同じように。ご覧ください。ここはその日はスペード王国には珍しく、厚い雲の隙間から日の光が差していたそうです。お生まれになりました。元気な男の子ですよ。生まれてきてくれてありがとう。お守りとしてユノに。その名前は。男の子だったらユノ。君が決めた名前だろ。はい。あ、王子がお生まれになったぞ。その日は夜遅くまで祝祭が続いたといいます。ユノ様の誕生は長く厳しい冬に閉ざされた我が国にもたらされた、まさしく希望だったのです。おお、泣き止まれましたぞ。ロイス様とシエル様の子だ。きっと素晴らしい魔導士になるぞ。ああ、お前なんか足元にも及ばないような魔導士にな。お前に言われたくねえよ。やっと泣き止んだか。ええ、本当に大丈夫だろうか。なんだ。ユノはまだ赤ちゃんなんですよ。そんな心配早すぎると思いません？そうかな。そう思うわよね、泣き虫さん。十分な休息をとってほしい。そして今後もこの国の平和のために働いてくれ。ギョイ、この国の平和のために。あの三人、逆賊を皆殺しにしてしまったんですって。ああ。まさかあなたがご命令に。バカなことを言うな。おお、よしよし。ダルフ、そろそろ休憩したらどうだ。ああ、そうだな、ありがとう。死体の山をもっと高くしてあげちゃおうかな。なんて奴らだ。そんな魔導防衛隊が次々と。とんでもない強さです。止められません。なぜこんな真似を。父上、国王と王妃は。まさか。お二人は私に未来を託された。もうちょっとこう、歯ごたえないとつまんなくない。ユノ様はご無事か。ああ。まさか奴らもユノ様に手をかけるようなことはないと思うが。そうとは言い切れんぞ。ユノ様を渡すわけにはいかない。奴らは我々と同じくこの国のことを知り尽くしている。国を出るしかない。大丈夫ですよ、ユノ様。少し辛抱してくださいね。私は命に代えても。それに、その魔石がきっと守ってくれます。あれは、教会。あそこならば、私からユノ様への最後の魔法です。どうか。強く。